皆さんこんにちは、ラフィノの吹塚です。今私が背負っているこちらのハイブリッドバックパックをデザインしている、島崎さんです。はい、スティーキジャパン島崎です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。非常に好評いただいております。ありがとうございます。お店でも実物を見たいというお声をたくさんいただいておりまして、本当にこうパッと見て、ちょっと商品の仕様を説明して、説明すると、動画見たよと言っていただけている。はい、手に取っていただくと、より分かっていただけるというか、なので、ぜひ現物を見ていただければなと思います。はい、仕事でもそうです。結構プライベートでもほとんど、ほぼ毎日のように私は使わせていただいており、非常に快適に使わせていただいております。僕も通勤で使ってますけど、調子いいですね。調子いいですね。はい、すこぶる調子いいです。はい、すこぶる。はい、絶好調ですね。はい、一般的なものより、ほんのちょっと大きいぐらいですかね。タウンとして使うんであれば、一回り大きいぐらいのサイズ感にはなってますね。はい。十分、普段使いでも使っていただけるサイズ感で、なっております。あとはもちろん弊社はテニスショップなので、ラケットを入れて、テニスで使うっていう方がやっぱ多い、メインでは多いんで、今こういう前に入れて、なんか容量は別途で使っていただくみたいな使い方とかも非常に、便利だと思いますし、後ろにも一応ラケット入るところがあるんですけど、ここは、仮に PC でいただくとかっていう使い方もしていただくことができるんで、いろいろ使い方に合わせて使っていただけるバッグじゃないかなと思います。本当にこうそういうテニスのシチュエーションはもちろんですが、デザイン的にもシンプル、ブラックなので、そうですね、すごいシンプルなのもあるんで、こうビジネスライクに使っていただくなんていう方も本当に多かったりして、本当に一つのバッグでこれも本当にいろんな使い方をしていただけるバッグなんじゃないかなと思いますし、あとはやっぱりこの、なんとなくこう僕らはもう見慣れてしまったからあれなんですけどコーデュラっていう素材の凄さみたいなところですかね。結構お客さんがこのどんな感じなのって言ったときに、このバッグの仕様はもちろんですけど、この生地感みたいなの見てみたいっていうのを結構いただくんですけど、コーデュラってよく聞かれる生地だと思うんですけども、コーデュラのリコアっていうリサイクル生地を使ってまして、それにさらにオリジナルのエンボス加工ですね、これを入れてます。オリジナル感と一応強度アップを測ってるという感じになってますね。この生地は継続して使っていきたいなとは思っているんですけど、このハイブリッドバックパック非常に好評いただいてます。こう年間でやっぱこう作る数はあると最初に決めて、そうですよね。なので、この一定数が終わってしまうと当然もう次のそうです、ねモデルまでお待ちくださいっていう形になりますけど、結構もうタイミング的には結構本当にお店当店でもかなりのご注文いただいているのもあるので、残りわずかになってきているというところも、あるのかと思います。ご検討いただいている方、お早めによろしくお願いします。ご注文いただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。